まで下ってきました。どんつき135号線、これを右折して下田方面に向かいます。気温26度、水温84度。サーファーがおります。道の駅伊東マリンタウン800m。 サンハト屋やってんのかな。バイク P まっすぐ、初めて止めるな、ここ。出口は Yes。 到着しました。工事中、お、なんか出航しようとしてる。工事中です。外壁工事。カボ、はやぶさ。海も綺麗だな。魚がいないけど、魚お休み。帰りましょう。出口、こっちか。スタンプゲット、一方通行じゃん。左折のみ。今日月曜日だけど観光客多いね。暑い、28度。まだ南には下れないね、暑くて。北へ上がんないと。山梨、長野方面、岐阜、飛騨、高山。海初島。
しい、22度、県道111。いやー、だけどあれだね、最近なんか道路の整備、草刈りが進んでないというか、だんだんまあ木が大きくなってるからね、生い茂って、もうトンネル状だもんな。やっぱコロナでバスとかね、観光バスが通んないのがでかいかな。ススキか、ススキ、秋だね。伊豆スカイライン有料道路、伊豆スカイライン天城インターチェンジかな。見え曲がります。大型車は通れません。エアが足りないのか、タイヤが減ってきたのか、セルフステアが結構効くようになってきた。タイヤがまだね、新品でこうV 型に減ってない、富士山型に減ってない時はそんなにセルフステアが強くないんだよね。エアが少ないかな。フロントはどうしてもなんか知らないけどエアが若干抜けちゃうんだよね。ちょっとこの辺は少し間引きされてるな。ふしゃがりしたんのかね。干ばつ、セルフステアが効くからこういうところは楽だけど、セルフステアが急に効きすぎだな。やっぱエア抜けてんだな。さっきね、亀石下ってくる時もなんかちょっと違和感があったんだよね。ふにゃーんってなる感じ、ふにゃーんって。で、一回ちょっと降りてパンクしてないか、なんか刺さってないか確認はしたけど、ちょっと帰ったら早速エアを見てみようね。え、この右側のこの笹も対向車が端に寄れない理由だよね。すごいな、間伐して。ああ、ああ、こんなに荒れちゃってんだな。なるほどね、そうだよな。ちょっと森の手入れをしないとやばいよな、こんなだもん。もううちの山も見に行ってこないと。こんにちは。 GoPro をね、使い回ししようと思ってウランジのクイックマウント買ったけど、ネックマウントと三脚と、それからこのバイク用のマウント、この三つに使い回せるように買ってみました。ここはね、やっぱ4ミリのネジをそのままはめるやつがあるから、それではまれば
持ち段少なくなるもんな。これだってやっぱ触れちゃうんだよね。重心がやっぱ高くなっちゃうから。あーこの人もね、そんなにはみ出すんならゆっくり走ればいいのにな。やだやだ。まあほんと最近、まあ、ヤフーのトピックスなんかにも、まあ、毎日のようにバイク事故が出てるもんね。右直事故、ツーリング中にカーブ曲がりきれなくて、北海道だとワイヤーのガードレールかな、あれ突っ込んじゃって結構なくなってるんだよね。高速道路も対面のところがね、地方に行くとあるけど、センターライン上にポールが立ってそこに3本ぐらい太いワイヤーがついてるタイプ、まあ、対向車線にはみ出さないようにつけたらしいんだけど、確かに衝突事故はなくなったと。正面衝突、はみ出さないから。それでもね、もう今年になってから20何件、まあ、30件近くそのワイヤーの破損事故があるってことは、対向車線にはみ出す人が多いってことだよな。やっぱふとこううとうとっとしたりよそ見したり、そんな感じなのかな。まあ明日は我が身だけどね、自分も気をつけないと。まあ本当に困ったもんだ。